ちょっと引っ張っていってもらってる感はまだあるので、まあうまくこう選手についていってる感じです。いや明るいというかね、やっぱそうやって若い子がこう率先して明るい掛け声だったりとかっていうのは、出してるので、非常にこうみんな仲良さそうで、雰囲気がいいなと思います。ちょっと違いますね、やっぱりスイングもそうですし、まあ質というかものの考え方っていうのもちょっともう違うかなっていうのは感じます。新鮮ですね。不安ももちろんありますけど、何かこうね発見っていうのがすごく多くて、それは面白いなとは思う。まあドキドキもしながらですけど、まあでも本当にね、自分のやれることだけはしっかりやろうっていうのがあったので、まあそこで打たれるはね、もう仕方ないですし、まあそれぐらい割り切って、いやー出ない方がおかしいかなっていうぐらいの状況でした。なんとかそこはね、踏ん張れるようにって気持ちは入ってたんです。いつでは対戦したいなとは思ってたので、ちょっといろんな感情はありましたけど、まあでもしっかり腕振って勝負っていうところはできたと思うので、こう終わってみるとなんか嬉しいような感じのものはありましたけど、出だしは僕の勝ちで。まあそのグラウンドレベルで選手と一緒にしながらっていうところで、まあアドバイスじゃないですけど、気づいたことは言っていくっていう形ですね。新鮮というかね、いろんな、でも面白いですね、やっぱ状況がこう自分でもこう、なんとなくこのチームとして、あこういう方向に向かっていきたいんだなっていうのは、見えるので、うまいことこう選手に浸透できたらいいかなと思います。すごいですよ、いろんな引き出しじゃないですけど、知識を持ってるから。毎回こう、こういう風にやっていったらとか、そういうのもすごい言ってもらえるんで、クイックとか、使いどころとか、そうですね、まっすぐの使い分けとか、いつも勉強させてもらってます。ちょうどいいとこにこう平野がいたり、菅ちゃんいたり、階段もいるんで、うまくバランスは多分
取れてるかなと思います。まあ僕キャンプから見てますけど、本当に能力の高い選手っていうのがすごく多いので、まああとはそれで試合の中でどう成長していってくれるかっていうところは、まあ、すごく見えてるので非常に楽しみです。いやー、伸びしろしかないので、その辺はね、未来が明るいですよね。